名乗り工場とさせていただきます。皆さんお手持ちの携帯電話、並びにカメラ等ですね、今から撮影かとなっておりますので、よかったらですね、写真など撮っていただいて、まあ、今日あの名古屋さん来たよなんて SNS などでつぶやいていただけると我々も嬉しいかなというふうに思います。またですね、今から一度一人一人名乗り工場をあげますので、ぜひね、おひねりお手元にある方、どんどんぶつけてあげてください。はい、それでは参ります。よっ、城のもと巻いて降りたが遠藤寺、三座の兄貴に拾われて危ねえ道こそ外れはしたが、気づいた時には番頭の大きな博打に乗せられりゃ、誰が呼んだか知らねえが一族っての三枚目だ。名乗りを上げるわ、名古屋アサンベーター、アンベーター、アッテ、その次は名古屋さんの濡れ事した俺のこと、得意の動きを広げては大阪一の踊り手と名古屋の三座に黒まれてやってきたのが木の元の西から東のど真ん中、ひざまた上げるにはちょうどいい、名乗りを上げるわ名古屋サンドスッキュー、サンドスッキュー、ここに興味はねえ、つまらんことにも興味はねえ、天下五年の宝勝負、そいつのためにあえんどうじ食系立つ気はねえけれど、誰もやらねえご時世でお先真っ暗平成、明かりを通すはこの一部だ、名乗りを上げるわ名古屋サンザですね、はい、親近感を持っていただこうという、はい、おもくろみでですね、はい、ゆったりとお話の時間を取らせていただければなと思いますので、はい、どうぞお付き合いくださいませ、はい、本日はですね、歌舞伎カフェ名古屋座名古屋歌舞伎つくよみご来場いただきまして誠にありがとうございます、はい、ありがとうございます、改めまして、我々、ちょっと自己紹介をさせていただこうかと思いますので、私たちはですね、この名古屋座で名古屋歌舞伎というオリジナル歌舞伎エンターテインメントショーに、今日ちょっと音大きくないか、ありがとう、ありがとう、いいですか、名古屋歌舞伎をやっております、専属の一座、名古屋三三郎一座と申しまして、私がですね、座長の名古屋三三郎と申します、どうぞよろしくお願いいたします。はい、私のことはですね、どうぞサンザとお呼びください、よろしいですか、プリーズコールミーサンザ、今日は外国の方いらっしゃらないよね、この間これで通じたんでちゃんとね、どうぞよろしくお願いします、じゃあね、今からちょこっとサンザって呼んでいただきたいなと思いますので、よろしいですか、声出してください、よろしくお願いします、せーのサンザ、ありがとうございます、いいですね、今日はね、めっちゃ言ってくれる、すごい言ってくれるね、今日ね、大体ですもんね、パラパラって言ってくれるんだけど、今日はすごいね、気持ちが盛り上がってきちゃった、はい、そして私が名古屋三之助、三之助なんて、三助って呼んでいただけたらなって思います、ほなら皆さん行きますよ、せーの
賛成。気持ちいいなこれ。これ気持ちいいぞ。いいですか。これいいぞ。今日はいいぞ。はい。そして私が名古屋三ペータと申します。はい、皆様私のことはペータとお呼びください。はい、いいですか。はい。何笑ってんだよ。可愛いでしょ。可愛いでしょ。じゃあ呼んであげましょう。行きますよ。ペータ。伸ばすんじゃない、伸ばすんじゃないよ、ペータってちっちゃいアルプスの人になっちゃうお願いいたしますよ、本当にようこそ、ジャックキーズようこそ、はい、ということでですね、我々こちらちょこっとお話をさせていただきますが、はい、今日は本当にたくさんの方が、ね、人が来て、今日はなんか初物尽くしですよ、ね、そう今日はもうまずもう分かるかもしれませんけど、あそこそうもうね、トム様席、そう今ね、トム様姫様席、もうね、ずっとあそこはね、テレビ局の人とかさ、雑誌記者とか新聞記者の方とかね、はい、写真を撮ってもらうための席で、あそこずっと撮ってあったんですけど、はいはい、最近ね、あんまり取材にも来てくれなくなったんで、違う来てくれてますよ、来てくれてる、ね、あそこ毎日はないやつじゃないかね、うん、であそこもね、ちょっと開放しようかっていう試みで、ちょっと前にね、ガチャガチャの中に、はい、当たり品としてですね、おひねりのね、ガチャガチャの中に、そう、ガチャガチャの中にお客さんいるわけじゃないよ、違うガチャガチャの中に、あそこでね、見てもらえますよっていうチケットを、こいつがね、朝パラのテンションでいきなり無駄に入れちゃったんです、入れちゃったもんだからね、それを引いた人には開放するしかねえだろう、ね、そうなんですね、僕知らなかったですから、ね、本当に俺もね、入れたよって自己評価報告だったり、はい、そうなんです、ちなみに今日は、ね、あそこ座っていただきましたけど、殿方いかがでございましたでしょうか、めっちゃいいですね、めっちゃいいでしょ、めっちゃいいです、見下ろしがいいでしょ、姫様いかがでしたか、いつもと違った感じ、いいでしょ、いいでしょ、いいですね、あそこに行くとやっぱみんなちょっと上から目線になるんですね、いやいや、まあでもいい席でしょ、いい席でしょ、ねえ、お客さん前遮らないしさ、本当にいい席なんです、今後もね、もうあれだよね、そのチケットは 1枚ずつ4種類のチケットで全部入れたんだけど、はい、もう全部なくなっちゃいました、あと3組の方がいらっしゃるかもしれない、そうですね、はい、それ使わずにずっといるかもしれないけど、はい、それがね終わったらまた随時、はい、あそこもね、プラス2万円ぐらいでちょっとね、はい、そうですね、わかんない、でもね、あそこいいですね、末席とかで打ったりするもんね、そうですね、ね、あそこだったら3人ぐらいまで座れるもんね、うん、そうですね、まあゆったり見れるのは2人ぐらいですかね、そうですね、詰めりゃ3人って感じですね、最大3人だから、はい、まあこれもね随時やっていきますので、一人で寝そべってもいいですよね、いいよ、そうですね、あの単位休憩時間出た、こいつあそこでちょっと寝てたりするんだからさあれ昼の休憩の時間あそこで寝てますから僕らあいつどこ行ったって探すとあそこにいるんだ、歌いていますから、そうなんですよ、まあね、あそこは本当にいい席だから、はい、いい席ですね、またこれからちょっとぜひね開放するの楽しみにしておいてください、よろしくお願いいたします、初物尽くし、他にもね、今日なんと、はい、最年少じゃないですか、最年少、ね、最年少感激者がもういらっしゃいました、ね、ありがとうございます、ような感じ、ね、すごかったね、仲良かったね、いくつの子、1歳、最年少記録ですね、最年少記録だよ、うちは別に年齢制限とかないから、ないです、大丈夫です、未就学児も全然 OK だよっていう話で、はい、絶対暗かったりね、大きい音が出たりしたら泣くんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと心配だったんだけどさ、ね、俺が歌ってる間ずっと笑ってたんだよ、そうそうそう、ね、笑ってたんだよ、もしかしたら俺の歌声には乳児を笑わせるかもしんないですね、いいんじゃないですか、乳児が笑うってこう CD 出したら売れるかな、あ保育園とかで働いたらね、俺ずっと歌ってようかな、これ、ね、ね、なんかすごい楽しそうに笑っててくれるから俺なんか幸せになってきちゃった、いやでもね、よかったよかった、どうね、歌はいいですけど普段はダメですからね、普段ね、俺すごい子供から嫌われるんだよ、いや俺が嫌われてるわけではないと思うんですけど ね気使うんですよ子供あの例えば3人でおったことがあって、例えばペーターやったら子供が喜びバーって近寄って、ペーターペーターって言って、次僕のとこ来てサンスケサンスケサンスケって呼び捨ててくる、でもバーってここの座長の前行ったらサンタさんって言われてちゃんとサンつけたから気使わせるって違うんだよね、そう、どうしても俺に気使っちゃう、なんでだろうね、なんででしょう、だから子供でも弱肉強食分かってるんでしょ、やべえなと思ってるんだ、分かってるやと思う、もう本当にこう、ね、こうやってね、ちっちゃい子を見てもらえるっていうのはありがたいですね、本当に分かりましたので、ありがとうございます、はい、本当に今日ね、もう一人だってね、はい、ちっちゃい子もいるし、そうなんですよ、ちなみに何歳ですか、何歳ですか、1歳2ヶ月
2歳2ヶ月なかなかったね。1歳いなかったらそれも最年少記録ですよ。今日更新して更新した感じですね。すごいね。すごい本当にあのちっちゃい子でも見てもらえますよってこれから声を大にして言えるね。そうですね、本当です、子供がケタケタ笑ってたよ俺の歌声、1歳には座長の歌を、2歳2ヶ月には校長の時ケラケラ笑ってましたからね。3枚目でケラ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 笑ってましたから楽しいな。ちっちゃい子にも楽しんでもらえたしですよ、ね、あのここ最近はだんだん外国の方にも、ね、そうなんです、楽しんでもらえてるみたいだからさ、ね、やっぱりあの、ね、老若男女、そう、国籍問わず、年齢問わず楽しんでもらえる名古屋歌舞伎が、ね、はい、できてきたのかなと思いますけれども、はい、あの今日ちなみにですけれども、はい、初めて来たよという、初めて、ちょっと待ってくださいよ、もう半数以上、半数以上が初めての方ということで、すごいね、すごい、ありがとうございます。ちなみにですけれども、この我々のことはどこで知ったんですか？知ったんですか？テレビ見て気になったから来てみたよという人。あ、じゃないんだ。友達とかに教えてもらって、教えてもらってとか、友達の紹介でとか、ああいい友達を持ってますね。ありがたいですね。ありがとうございます。お友達素晴らしい。ありがたい、素晴らしいです。あとは雑誌とかさ、何新聞とかで見てきた。もしくはもともと俺らのことをなんかどっかで知ってた、公園にいましたよという方もいらっしゃるかもしれない。もしかしたらね。そうですね。お友達に、はい、うちらの身内関係者がいるかもしれない。そうですね。そういう人はね、あの前を通ったってことにしといてください。ね、よろしくお願いします。今日初めての方がこんなたくさんいらっしゃるんですね。はい、例のいつもの、Q&A のコーナーですね。はい、やってみたいと思います。はい、きますよ、Q&A。 あのね、今日見てもらった名古屋歌舞伎ってのはね、はい、あの実際見てもらってね、何のこっちゃらさっぱりわからんっていう方もいらっしゃるかもわかりませんので、皆さんからですね、ご質問いただいて我々がお答えするっていうね、Q&A のコーナーをぜひやりたいと思います。今日質問してくださった方には、はい、我々名古屋座のオリジナルポスター、ポスターさ、オープンって書いてあるポスターが10番で、俺ら 1段3人がね、1枚ずつあるんですよ。はい、1種類ずつあってね、今もうこのコーナーでしか手に入らない。そうなんです、完全非売品の、はい、激レアな残り半分ですね。ですよ、もうあの全部なくなっちゃったね、大人気の結果なくなって、もうあとちょこっとしか残ってない。ちょこっとしかないですよ。はい、もうちょこっとしかないですから、ぜひ持って帰っていただきたいなと思います。はい、お願いします。今日何かご質問のある方、この名古屋さんのこと、はい、ああ、早い、早いですね。早いですね。何でもいいよ、よろしく、よろしく、よろしく。本当に AKB もびっくりなぐらいフライングゲットでしたね。劇団だと思うんですけども、はい、3人は選ばれた。なぜ3人が選ばれたか、ね、まずね、最初俺が座長で、あの番頭さんと一緒にあのメンバー探してたんだよね。はい、うん、で、俺ととりあえずじゃあ誰を誘おうかってなった時に、って考えて、でも上手なやつがいいなって考えたんだけど、まあでもそれよりやっぱり一番顔の綺麗なやつがいいかなと思ってこの2人を選びました。ね、いいです。あの実力はね、まあまあそこそこでいいなと思ってね。まあ顔が綺麗な2人です。ありがとうございます。ね、それね、その理由を聞いたのここ入ってからですからね。なんか俺はなんかほら ファミレスとかで夜中まで語ってね、こういうの頑張ろうやみたいなでね、熱い思いで。いや別に顔が綺麗だったらいいかな。ね、あのやっぱさ、顔が綺麗だとさ、うちのお客さんってほとんど女性なんですよ。そうですね、確かに。今日はね、ありがたいことに男性のお客さんもね、来てくださってますけど、はい、ほとんどが女性だからさ、あのやっぱ顔の綺麗なやつがいいでしょ。ね、ね、そうするとさ、ね、顔の写真だけポンと出しときゃお客さん来てくれる時があるから。ってこと言うんやん。ね、本当に。だからあれですよ、名古屋歌舞伎って基本的にあの毎週週替わりでね、あの、なんだったら日に日にね、あの新しいことやっていくんですよ。だからね、あのどん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 毎回同じものじゃない、同じ演目でもあの全然違うことやってたりするんですけど、もしかしたら来週座長がもっとええ顔のやつ連れてきておらんくなってるかもしれないから、2人変わってるかもしれないから、顔の綺麗なやつがもっといったら、ね、どうしようなんてるか、もしかしたら俺が変わってるかもしれないね、もしかしたらね。そうなんだよ。そうですよ、最近ちょっと人気急上昇のあのバントがここに立ってるかもしれませんが、バント立ちます、もうやるか、ちょっと俺ちょっと変わりたいです。我慢じゃねえよ、休暇取り出る、お前は出る、出ろ出ろ出ろ、俺次バントやりたいです。バントやりたいですよね。バントポジションやりたいです。俺らね、この一度3人で、はい、そうなんです。もしかしたらね、あのもっと顔が綺麗なやつが現れたら4人目とか出てくる。4人目、そうですね、4人目ね、あのイケメンなんてのは多ければ多いほどいいでしょ。そうですね、ね、なんとかなんとかアンドメンとかさ、そういうのもあるいいですね。ね、もしかしたらなんかあれですよね、研修生とかって、ね、なんかあの歌舞伎で KBK48 ぐらいおってもいいですよね。BKB みたいな。BKB、それ
これはあれですか、ここは48人入ったらどうなるの。邪魔邪魔嫌ないですか、ここで48人でみんなで、48人入ったらお客さんの客席より多いんだよ。そうですいいですかね、40人しか入んないんだから楽屋ちっちゃいんだから、うち一人ね、一人一人密なおもてなしができるかもしれないけど、ね、あでも広がりますね。ですここでイケメン3人でやってますので、よろしくお願いします。まあ、多分まともな美的感覚持ってる俺ら3人が顔が綺麗だとか分かってもらえると思うんですいません、あのうちのたちは日本の美学のね、謙虚って言葉知りませんので、すいません、はい、国語辞典、引き出しさします。どうぞ、回してください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは他に何かね、あの、なれたら質問じゃなくてもいいですよ。もう何か日頃のね、お悩みとか相談でもいいですよ。なれたらここで声出してみたいでもいいですし、何でもいいです。最近体重が増えてきたところで見てるって。じゃあちょっとせっかくですから、あの今日愛知県以外から来た人。愛知県以外から。愛知県、お、愛知県以外、どれだけ、どれだけ、愛知県以外、どれだけ、あ、三重県、一人だけ、三重県から来てんの。そうだね。と、愛知県以外、あ、でも、あの方も。岐阜県、岐阜県、もうせっかく初めてやったんで、あの、あ、すごいよ、あの、どこ、あのね、うち結構ね、あの、リピートして来てくれてる人がいるんだけど、あの人すごいんだよ、愛媛から来てくれてる。すごい、ありがたい。よし、ありがとうございます。アンちゃん完璧、ありがとうございます。すごいよ、あの、この間も、昨日か、昨日はだって、あれだよね、どうだっけ、メキシコ、メキシコじゃない、東京、アメリカ、東京、アメリカのテキサスから来てくれたんですよ、はい、もうで、岐阜から来てくれたのと、愛西市から来てくれたのとね、そうそうそう、もう、ね、愛西市は愛知県だよ。そう、愛西市も嬉しかったんですけどね、最初にテキサス聞いてもらったから近い言うてもらったそこそこ遠いんだけど、そこそこあるんやけど、ああそうか、まあ、せっかくなんで、なんか質問ある方は、じゃあその、ね、あの岐阜のそこの赤ちゃん、赤ちゃん何か質問ありますか、ね、なんかありますか。なんかあるか、なんかある、難しい質問だな。ママからでもいいよ。いいんですよ、別にあの何かご質問がある方は、うん、後ろのお兄さんたち、うん、相談でもいいよ。いいですよ。お兄さん、ちなみにお兄さんたちはどこから見えたんですか。東海市と天白区。あ、そこそこ遠いところです。そっかそっか、市違いですね、うん、ありがとうございます。あれ面白かった、天白区喋りゃ面白いなんか喋りゃ面白いですね。なんか結構あのあれだね、名古屋市外でもそうですね、ね、結構何めって天白区とか東海市とかいろんなとこから来てくれたね。はい、ね、ありがとうございます。ちょっと質問ね、なんかちょっと定額ない、上がりません、大丈夫ですか。あ、じゃあ、あ、上がった上がった、あ、よかった、そうそうそう、上がったね。はい、おすすめのシーン、おすすめシーン、おすすめか、おすすめシーンですね。じゃあペーターのおすすめのシーンは、おすすめのシーンか、お母さんですかね。いや、でどこのお母さん、どこの、ど、多分みんな今ので分かったと思います。何回目のお母さん。あのね、3回目ぐらい、3回目みたいです。3回目ぐらい。なんで今度皆さん来た時、3回目のお母さんをね、注目しといてください。一番最初のシーンですね。はい、はい、あそこから場の空気が決まりますから。はい、あれあかんっすよね、裏でもう待機してるんですけど笑ってまうの、お母さん。そう、でもスサノオが真面目にやってますから、ね、そうそう、アマテラスのとこに攻めてくるわけやから、攻めてくるわけじゃないんですけど、でも笑ったらあかんのに、攻めてきたって勘違いしてるから、出会えって出てくるのに笑いながらじゃあかんやないですか。今日片身一緒だったんですよ。片身一緒じゃないな。迷彩柄だったんですよ。迷彩柄の、そんな迷彩柄なんか言ってくるからこいつ目つけられるのかよ。で、しかもお母さんって言ったらね、お小遣いみたいにおひねりあげたらあかんって。ありがとうございます。なんかもポロポロあかんね。甘やかされて育つんだから。ありがとうございます。そんな感じですね、僕は。好きなシーンって言ったら本当に部分的になるんですけど、取り憑かれてる、うん、つくよみがおるじゃないですか、うん、最後のね、この大蛇をやっつけるときにこう二人がズバーン刺して音サーン静かになってバターンやったら、こうつくよみが刀パーン持つでしょ。それをこう赤布を取るじゃないですか、うん、バーンと取った時の向こうにおるスサノオのつくよみが何そんなが好き。ちょっとバカにしてるね。ちょっとバカにしてる。あれがあれですごい心が俺いつも動くの。あ、本当に。そう、ふわっ
ってなって、ほんでその後それでその声でハッってなってバッバッって見てみたいな顔するの。あそこはあの音楽の切り替わりがあの後にあるんで、もうそろそろですよって言ってつくよみって言ってるだけで、教えてくれてるだけなんで、やめろそういうの違うわ、気持ちよみ、もうすぐちょっと音の変わり違う、そろそろ、そろそろ違う、よしって音が切り替わるんです、寝かけにせよ違う、心から込めてな、そのつくよみをこう呼び戻そうとしてるあの魂の先、あ、もう戻ってるから、もう、うん、あれ音はめだから、布取ったらもう待て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 、絶対板の上に立つ人言うたかや、音はめとか音はめって、音はめだから音はめてね、音のタイミングに合わせてね声出したりきっかけがあるんです。ありがとうございます。あそこ好きですね。じゃあ俺の好きなシーンはね、こいつかこいつにね、あのおひねりをくださいって言って見えを切るシーンがあるでしょ、はい、こいつかこいつにやらせる時が一番楽しいんだよ毎回ね、俺はまあ大抵やるんだけど、はい、こいつかこいつどっちかにやらせるんだけど、はい、それがね、本当に嫌そうな顔するんだよね。嫌なんですよ、だって飛んでこりゃいいですけど、飛んでこなかったら本当にへこみますからね。今日のお客さんは何やったらちょっとあれやね、やりたいぐらいやったんちゃう。本当にありがとうございますですよ。可愛いっていう判断基準入れちゃうとさ、すげえ飛んでくんだもん、あれおかしいよな。いや、だっても自分がさ、前待った後に可愛いって言う人どう思うみたいなこと言うたから、なんかこれ可愛いか、可愛いと思う人拍手。マジかよ。ちょっとこれからの判断基準、あの可愛いも入れてください。マジか。そうそう。え、でも後ろの兄さんたちも拍手してたんだよ。ありがとうございます。でもそうですよね、一番最初のおひねり講座で言ったじゃないですか、はい、ホーム校の時に何でもいいですよって、はい、皆さんの心が動いた時やから、確かに、かっこいいだけじゃなくてもいいです。面白いでもいいし、頑張れでもいいし。そうだな、確かに。そうそう、俺が間違ったら俺が間違ってたよ。あ、じゃあもう可愛いもね、基準これちょっと入れましょう、ね、そうです、ね、バンバン買っていきますよこれで、絶対毎回やらしてるんだこいつこいつらにこう、ね、たまに打ち合わせなしでいろんなことやらせるんだけどね。そう、打ち合わせなしやからね。その時に嫌そうな顔をするこいつらの顔です。本当に嫌なんだよな。そうな、こいつらの。あと、あのハリセンはマジで痛いで。あれね、リアクトさん、あのアクションなんだ、リアクトさんがね、はい、あのわざわざ用意して持ってきてくださったんだけど、はい、2本持ってきてくださったら、もうね、重たくてね、そう痛いの。あの時、こいつら全員振り切るもんだから。そう。だから嘘でやっても思んないやん。思んないですよ。頑丈に作ってあったのに、もう壊れてるんですよ、あれ。ほんまに偉いなって、すごいなって思ったんやけど、ちょっとはあれな話なんやけど、昨日に関しては、うん、ペーターちょっと、おい違う、言わんでーって、言わんでーって、お尻ほんまにやばかった。ちょっと、朝からお腹痛かったんですよ。体調が悪くて朝から何回もトイレに駆け込んでた中でも、それでも何発も受けたペーターはもうほんまに勇者やなって思った。ちょっと出そうになっちゃったかなと思って。そうこれ拍手の話じゃねえね、これ最悪、でも最悪もう漏れたら俺もう茶色だからこうやってやろうかなって。いや、でも言ったんやんな、ちょっと手加減してやろうかって言ったけど、いや大丈夫です、本気でやってくださいと言ってたから。ありがとうございます。ありがとうございます。あわよくばクソ漏らすところでしょ。いやいや、舞台上でちょっとね、そんな汚い話なしちゃいましたけど、へって笑いましたよ。ありがとう。毎回本気がこの場合じゃないですか。ありがとうございます。じゃあポスターを差し上げます。はい、ありがとうございます。ぜひですね、お家に貼ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今日ね、これたくさん人が来てくれたからさ、膝の下に入ってないですね。あ、すいません、失礼しました。たくさんの人が来てくれたからね、我々も本当にあの、はい、楽しいこの名古屋座の空間というのを作ることができましたので、うん、またですね、あのいろんな演目をご用意してお待ちしてますので、はい、また何回もですね、はい、遊びに来てほしいなと思います、はい。また来るときはですね、今月から始めてる皆さんにね、はい、お配りしたこの500円割引のリピート割っていうのがあります。これ8月7日まで、使えるんで、ぜひ次はね、自分で使ってもいいですし、お友達に配っても良いですし、はい、ご自由な使い方してください。でもですね、2枚以上使って1000円引きにはなりませんので、はい、皆さんそちらだけご了承くださいませ。よろしくお願いします。ということで、はい、本日もお時間となってしまいましたが、またぜひですね、ここにいる皆さんの顔は全員覚えましたので、また次来てくださった時にはですね、素晴らしい内容ができると思います。街中で見かけたら声かけますので、次いつ来る？目が落ちる、目が落ちる、いつ来る？落ちる。
ね、気をつけて街中歩いてくださいね、これに見つからないように、また皆さんとお会いできることを楽しみにこの名古屋でお待ち申し上げておりますので、また皆さんぜひ遊びに来てくださいね、よろしくお願いします。ということで、まず本日はこれぎり、ありがとうございました。ありがとうございます。まだね、ひねりが手元に残っている人はぜひね、こうバカって投げちゃってください。持って帰っても中身木なので使えないよ。中身やめちゃってもなんでもないんで、ね、あちらのドリンクカウンターまだ空いてますので、いろんなグッズご用意いたしております。ポスター、T シャツ、ステッカーとかなんかいろいろありますので、ぜひ気になった方はですね、覗いてみてください。そしてですね、ぜひできれば買っていただきたいなと思います。あちらの物販がですね、売れますと我々の生活が豊かになりまして、生活が豊かになるとですね、また新しい面白いものを作れますので、皆さんに面白いものを見せるために、この名古屋座の名古屋座グッズ、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。ありがとうございました。サンザでした。またね。